アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。前回の動画でもご報告した通り、ガンダム並びにブルーディスニー DJ リックディアスとうとう失ってしまいました。まあ因果応報といえばね、まあそんな感じなんだけども、まあ、ルール通りに従ったというか、まあね、気を取り直してね、行きましょう。一応ガンダムの、金星系図は買う予定なので、今一応 GP は630万 GP ございますので、なんとかしてね1000万見繕って、金蔵2枚購入し、銀をもう1枚買って、準備しようと思います。もしかしたらちょっと今の心の状態でアムロ風をやるとね、アムロにね取り憑かれるかもしれない。ほんと暴言吐いちゃうかもしれない。割といつものね鮮やかで華麗なそんなアムロ風実況は今日はできないかもしれません。なので、ご視聴する際は、お気をつけてご視聴ください。これも全部北の FX のせいだな、これも全部。マジで。北の FX が悪いんだわ、全部。マジで、ほんと。戦争の時、ほんま覚えとけよ、マジで。北の FX なんか、マジ、銀座だけで十分だから、正直。ここだけの話、銀座でマジ、あれだから、ノーデスだわ。ノーデス。銀ズノーデスで。もう、フルコンボだわ、フルコンボ。まあ、一応、金ズは買うけれども。買うけれどもね。はい。てなわけで、今日はですね。もう、ガンダム一期縛り、ガンダム一期シリーズ、大人気企画、ガンダム一期、売却シリーズなんですが、本日はというかもう やめようと思います。はい。もうやめるわ、あれ。やめた。まあ、とりあえず今日はね、今日はね、普通に戦ってね、ちょっとね、今中佐まで落ちちゃっているので、まあ、準将ぐらいまでには、戻そうかなと思います。はい。一応ね、まあ、戦績見ていただければわかるように、まあ、左官部屋ではヒーローになれますので、6位だとか、まあ、6位だとか、まあ、6位にはね、食い込めますので、まあ、今日は普通にガンダムオンラインをやらさせていただきます。最近この G ラインライトアーマーがすこぶる調子が良いです。ガトリングスマッシャーを持たせてからというものの、全てがうまくいくようになりました。なのでこいつのちょっと実力も今日はお見せできればいいかなと思います。宇宙には唯一のね生き残りのガンダムを使ってね、ガンダムの感覚をね、思い出しながら、戦争、北の FX とのね、戦争に向けてね、立ち回りを、意識しながら、怠慢の立ち回りを意識しながら、大規模戦、参戦しようと思います。北の FX。はい、では、参戦します。
マジどういうことなんだわ、これどういうことなんだわ。残り7でこれまた目玉アイテムのこの一番でかいやつ出とらんやないか、これどういうことなんだわ、これ。やってんかこれ、本当に。八百長だろ、この EX ガシャコン。絶対八百長だわ。これも北の FX のせいだわ、これも全部。これやってんな、これ絶対、これ。やられてるわ。悔しいわ。はい。本日の戦場はオデッサ、沿岸部です。こちらの戦場のセオリーとしては、まず、今回は左側拠点になりますので、 AX あるいは CZ 拠点突に自信のない初心者どもは B から出撃して1、2番を踏んでおいてください。基本的に拠点突が可能な私エテポンゲみたいなね、上級者は AX もしくは CZ の凸を狙っていきましょう。ここはね、皆さんのね、指示があれば、そのどちらかに、集まってね、一気に総攻撃仕掛けましょう。 X の場合でも Z の場合でも、壊し終わったら次は Y に行く。死に戻りは A 拠点がふさわしいです。 A 拠点はね、2番の下から入ってくるパターンと X の崖上から、来るパターン、そして下から入ってくるパターン、この3つが考えられますので、全てに警戒して立ち回っていきましょう。なんかうまいことまとまった気がするわ。久しぶりに4年ぶりにちゃんとなんかまともなガンダムオンラインの説明ができた気がするわ。初動はもちろん連邦屈指の最高速度機体の G ラインライトアーマーを使用いたします。ちょっと半分ずつに割れていますね。ちょっとよろしくない状況ですが、 A から行きましょう。そうしましょう。まあね、水中機体、それこそね、今だったら、アトラスだとか、ペールズ、アトラスかな、アトラスとかね、ジム TV なのが、お持ちだったら、Z トーツ狙っても、大丈夫ですね。ちょっと本気モードで行くわ今日は。ちょっとねガンダム売っちゃったもんだからもう悲しくてね。このなんていうのやり場がないよね。もう自業自得なんだもんだって。この怒りをどこにぶつけたらいいかわかんないよねもう。はい、G ライン強い。ちょ、普通に通る、これ。やばい、普通に通る。見たけ、ボケくれ！おい！めんなよ。失礼いたしました。おっと、C 拠点、おっとやばい。 C の防衛に回ってください。皆さん早急に C 拠点の防衛に回ってください。すぐにチンタラしてんだよマジで。入ってきた、ま、しっかせ、しっかせよお前ら。やるかんのか。やめさすぞ。
後は頼みました。一時退避します。失礼いたしました。はい、続きまして続きまして、まあ2番補給で2番取りに来たんですが、まあ真ん中はねそこまで固執する必要はありません。それよりも上のラインを上げるか下のラインを上げるか、それのどちらかに専念いたしましょう。一応ですね、今上にね核が出ていますんで、それをね全力で、はい、君盛んね、君は盛んね、はい、逃がしませんよ。よし、できればね、今のうちに、レーダーがないか、エテがね、先陣を切って、そこ。落ち着いて落ち着いて、落ち着け、まあまあまあ今のは仕方がないですね。今のはまあ初期ジムにしてはよくやったと、言ってもいいでしょう。うん、今の機体ジオン軍の今の機体はね、本当アーマーチがものすごく多くて、なんか1万ぐらいあるんじゃない、あいつアーマー1万ぐらいあるっていう噂ですね。ジオンねそんなにやってないもんだからね、あまりわからないんですが、どうやら1万はあるらしいです。これはいい機械だ、タイマンのいい機械だ、かかってこいよ、かかってこいよ、いい機械だ、逃げんなよ。逃げます。あれは逃がしません。あー、釣られた、危ねえ、負けろ！ああやばい！あぶれ！バーそっち！またこいつかよ！許さん。あいつガルス J、グレミーキー。許しません。2度やられた相手にね、2度やられた相手そのままね見過ごすわけにはいかない。相手はそんなそんなねぬるいプレイヤーじゃないから、2回もやられちゃったらマジほんと地獄まで追いかけっから、地獄まで。逃げたか、あ、いいな。対象物は全て破壊する。よし、よし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 、冷静にね。しまった、しまった、マップまた見てなかった、ごめん、それはごめん。ちょっと C 拠点に関してはちょっと、まあ、C 拠点壊されてしまいましたが、X もしくは Z、壊せばね、まだまだ、この戦場は追いつけますので、この戦場っていうのは基本的には、突の試合、
一つ拠点を壊してね終わらせる戦場なので、この戦場はしっかり二段ジャンプをすればここ登れるんでね。二段ジャンプ、今二段ジャンプ知ってんだクサとか思ったっしょ。二段ジャンプ知ってっから。当たんねえ、任せろ。あ、しょ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 、いちいち交換なら、いちいち交換なら OK だ。できればね、補給だ、あれ出したいね。補給ちょっとどっかいい感じのところに置きたいところだな。これはここはなんとかして核を通したい。あ、 G ライン核持ってきゃよかったな。マジエテが勝ちに導くよ。みんなエテが先陣を切るから。あ、でこのなんとか100発100中の超ゆとり武器を搭載しています。100泊100中です。100発100つんにょつんにょ。決してねエイムがないとかそういうそういうんじゃなくて、今ねこれちょっとお試しで使って、本来いつもはね格闘積んでるんで、今だけこれちょっと使わしてもろてますけどもね、普段はこれ絶対使わないんで、これ使ったら負けかなって思ってるし、正直多分今回限りですね、この武器を使うのも。上から行くのはちょっとスナイパーがいるので一旦下に下がりますか。ほんと今回は使わせてねもろてますが、あいつ分かってんな、クイックショット分かってんな。一旦引こう。あぶれあぶれあぶれ、あーもうノーもうもうしもうもう四方八方から、これ初期陣も一回挟んどかないといけないな。上通すなよ。おしよ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 し、絶対に通すな。もうこれ以上拠点殴られたらもう勝ち筋なくなっから、君はしっかりそこで隠れているといい。まずエテが先陣を切るから、その後にゆっくりついてきたらいいから、焦らなくていいから。佐世子ちゃん任してエテに。おりゃちょ君まだちょっとジオ慣れてないね。うん、ちょっとジオ慣れしてないのが今。ちょ、止めろ。はあ、しまった、通った。これはまずい。さすがにこれはまずいぜ。今回はジオン軍の方が一枚上手か。ちょっとスナイパーを、何あいつ、何あいつマジで、ダメだ。もうこれほんとダメだ。切れそうだ。
マジで汚い言葉が出てきちゃいそうだわ。まあ、じっくり行こうか。一本とりあえず一本決めていこう。一本ずつ、焦る必要はない。オッケーオッケー、全然焦らなくていい、まだ時間はある。まだ時間はあるよ、後ろも気をつけて。あー、出はまずいわ。ちょっとエテが決める。わかった、エテが決めるわ。核を貸してくれないか。エテなら通せる、確実に。勇気がないんならエテに代わってくれないか。勇気がないのなら、いけるいける、いつでも変われるから。勇気あんのかお前には。覚悟あんの、あんだな、あんだな。覚悟は脅しの道具じゃねえぞ。勝ってんな。殺す勇気あんのかお前に。引き金引けんのか。一回引こう。あれは一人で突っ込んではいけない。一人で突っ込んではいけない。なめんなよ。さすがになめんなよ、それは。あ、ちょうだい。サンキュー。みんな待っている。ありがとうございます。マジ、書くマジで。いけねえんだったら、変わってくれよ。もう一個出してくんないかな。任せろや、ワイに任しとき、ワイに任しときな。上ルートはね、基本的に砂がいっぱいいるんで、あら無理です。じゃあどこ通るのって話。え、まだ4分あるってことはじっくりいけるよ。かといって、ちょっと、こっちだな。こちらは3手先まで読んでいるのだよ。増援願います。ちょっと静かにしてね。あそこの入り口に入ったら相手の勝ち。ちょっと待って、正面に敵位置。心臓に悪い。もう昔から体そんな強くないから心臓に悪いわ。体強くない方だから心臓に悪いって。もうやめよう、核運ぶの。出撃
する地点を選んでください。とりあえず押そう。ラインを上げないことにはね、格は決めれませんので、ライン上げていこう。登れ。マジこれこいつの武器マジ最強だからね。これほんとみんな使った方がいいよ。これめちゃんこ強いから。これめちゃんこ強いから。これ最強かもしんない。これこいつさえいればもうガンを全クリだわ。これ全クリだわ。これうん余裕ですわ。こんなぬるゲーですわ。だって当たんだもん。これ当たるんだもん。こうやっとけば。あ、やばい、やばい。この機体ほんと嫌い。こいつグレミーほんとに嫌い。軽蔑するわあの機体。ほんとにジオン軍機体嫌いランキング第2位だわ。あいつ第2位ほんと嫌いだわ。あれ次いたマジ泣かしたっかんの。いたっしょ。あれっしょ絶対。あれっしょ。お前とっ止めてうれ。やめて。自爆します、自爆します。やられるくらいなら我が身に刃を突き立てる。おい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 、なんか来てる、なんか来てるよ。 FA かなんか知らんけども、それ弱くないか、そのビームライフル。援護します。あっぶな。あーこれはきっちいな。もう惜しいんだけどな。戦略兵器1個分の差だわ。さすがに父さん、さすがに父さん、それは言っても見逃さん。惜しかった。エテがね、戦略兵器決めほんとごめん、みんなほんとごめん。エテが戦略兵器しっかり決めてたらこの戦場勝ってたわ。ほんまマジごめんな。許してな。これ堪忍してな、マジでほんとエテが決めてたら勝ってたわ。悪い。ちょっと好感度、こういうとこで好感度上げていかないとね。もう普段から意味不明なプレイばっかりしてるもんだから、こういうところでこういうトークでね好感度上げていかんと。さすがにね、うん、マジごめんなみんな。今度からマジ気をつけるから。よし、まあなかなかいい戦いができたのではないでしょうか。本日のエテポンゲのガンダムオンラインズポイントは何ポイントだったでしょうか。はい、まあ私的にはね、89点ぐらいかな。はいはい、ではうるせえうるせえ殺すぞ。本日はガンダムを失ったエテポンゲによる普通の、大規模戦でした。まあ早急にねガンダムはご用意いたしますので、北野とのね戦争には全く支障はありません。決して言い訳などには しない。言い訳などにはしないけど、負けたらそのせいなのかもしれない。言い訳はしません。はい、フェアな戦いを得ては希望します。はい、ではご視聴ありがとうございました。